これは私が何度か霊視をしていただいた霊媒師の A さんから伺った話です。 A さんの知人にはやはりと言うべきか霊感の強い方が多く、かつ知識も豊富にお持ちの方がたくさんいるそうです。その中でも特に霊感が強く、霊に関する知識に精通しているのが B さんでした。 B さんには結婚して20年になる旦那さんがおり、休日には必ず一緒に出かけるほど仲が良かったそうです。しかしある日、旦那さんは家の階段から落ち、打ち所が悪かったらしく急逝されてしまいました。 A さんはお葬式で B さんに会ったものの、あまり悲しんでいる様子はなかったそうです。しかし話しかけても上の空でしきりに考え事をしているようでした。きっとあまりの悲しみに心が追いついていないのだ。しばらく経って気力が回復したらまた話そう。 A さんはそう考えてしばらく距離を置くことにしたそうです。2週間ほど経ったある日、 A さんに突然連絡が来ました。それは普段通りのような様子の B さんで、見せたいものがあるから家に来てほしいとのことでした。何かは打ち明けてはくれませんでしたが、それで元気になってくれるならと家まで見に行くことにしたそうです。家に着くと B さんが出迎えてくれました。髪もしっかり整えられ、化粧もしている様子に A さんは少し安心したそうです。自分を投げ出すようなことになっていなくて本当によかった。 B さんにそう伝えると、ただ不思議そうな顔をされたそうです。何か違和感がありましたが、 A さんは B さんのお宅にお邪魔しました。家に入った途端、胸がつかえるような空気の重さを感じました。ここは外の空間とは完全に隔離されて、気の流れが止まっている、おかしな状態になっていると A さんは感じました。そのことをすぐに B さんに伝えようとしましたが、すでに家の奥に入ってしまっていました。 B さんを助けるため A さんはやむを得ず奥へ進むことにしました。あまりに空気が重たく、息も怠惰になりながら廊下を進みます。リビングに入ると重さはさらに増し、カビとすすが混ざり合ったような匂いまでするようになりました。 B さんはリビング奥のテーブルの上にお茶を用意していました。カーテンはすべて閉められており、明かりはついているはずなのですが、まるで黒いもやでもかかっているかのように部屋全体が薄暗く感じられました。 A さんが B さんに声をかけようとした瞬間、テーブルについている影のような存在に気がつきました。あれは何なのだろう。影しか見えないのに、じっと見られていることは確信できました。A さんがしばらく立ち尽くしていると、B さんが振り返り、お茶の準備ができたからどうぞ、と言いました。旦那もいるけど気にしないで、と。旦那もいる。B さんはごく当たり前にそう言ったのです。A さんは冷や汗をかきながら伝えました。あなたの旦那さんは、もう亡くなったでしょう。悲しい気持ちはわかるけれど、お願いだからそれを思い出して、と。 B さんはしばらく黙っていましたが、口を開きました。そう、旦那は死んだけどここにいるのよ。見せたかったのはこれなの、と。そしてテーブルについていた影を指さして、わからないかもしれないけど、これが旦那なのよ。説明したいからお茶をどうぞ。今さら聞かずに帰れるわけもなく、 A さんは重い空気と嫌な匂いが強くなるのを感じながらテーブルにつきました。 B さんは暗さも匂いもまるで感じている気配がなく、淡々と話し始めました。
旦那さんが階段から落ちて亡くなった日、倒れているのを見つけた B さんはすぐに救急に連絡しました。しかし脈はなく、ピクリとも動かない様子を見て、これは助からないと悟ったそうです。あまりに急なことだし、きっと霊体だけこの辺りに抜け落ちている、そう確信した B さんは階段を上り、2階を見回ってみました。案の定、旦那さんの霊体は自分の部屋で漂っていたそうです。こういった霊体は放っておけばそのうち外の気と混ざって出て行ってしまう。それを知っていた B さんはとっさに全ての部屋の雨戸、窓、カーテンを閉めて霊体を閉じ込めました。さらに水槽と鏡を窓と玄関に置き、気の流れを止めました。それから2週間後、こうやって漂う旦那さんの霊体と一緒に過ごしているそうです。声こそ聞こえませんが、 B さんには旦那さんの姿がはっきり見え、話しかければ反応もしてくれるとのこと。話を聞き終えた A さんはどうしていいか分かりませんでした。明らかに家の空気はよどんでおかしくなっていますが、 B さんにとってはそれで良いのです。結局その後も家と旦那さんの霊体について何も言えず、10分ほど話していた A さんですが、いよいよ空気と匂いに耐えられなくなり、逃げ出すように帰りました。帰りには、玄関でまた話しましょうと手を振る B さんの背後では、旦那さんの霊体が漂っていました。生前もあんな風に見送ってくれていたことを思い出し、泣きそうになった A さんは、あれで良いのだと自分に言い聞かせて、何も言わないことに決めたそうです。それから1ヶ月ほど経ったある日の晩、泣きじゃくる B さんから突然連絡が入りました。聞けば旦那さんの様子がおかしいとのこと。何ができるかも分かりませんでしたが、 A さんはとりあえず駆けつけることにしました。 B さんの家に着くと、裸足に部屋着の状態で道端にうずくまる B さんがいました。よく見ればあちこちに血が滲んでいます。 A さんを見た途端、また泣き出す B さんを慰め、話を聞くことにしました。あれから何事もなく過ごしていた二人ですが、だんだんと旦那さんの霊体に異変が起き始めたそうです。仕事から帰ってくると玄関に立っていて、凄まじい形相で B さんを睨みつけてくる。家の中があちこち荒らされて、あらゆる水から異臭が漂うようになった。霊体が赤黒く濁ってきており、今までのように話しかけても反応が返ってこなくなった。それでも今さらどうすることもできず、 B さんはただ旦那さんと一緒に家で暮らしていました。そして今日、仕事から帰ってリビングで食事をしていたところ、突然コップが破裂して、 B さんは怪我をし、赤黒く濁った旦那さんに襲われ、殺されそうになって外に飛び出したそうです。あまりのことに A さんは言葉を失いました。普通の霊体がだんだんと悪霊と化すなんて、今まではそんな事例は聞いたことがなかったそうです。それでもこのままにしておくわけにはいかず、 B さんに尋ねることにしました。こんなことになったらもうどうすることもできないから、旦那さんの霊体を払ってもいいかと。しばらく沈黙のあと、 B さんはよろしくお願いしますと絞り出すように言いました。 A さんにはこれに対処できるほどの力はなかったので、次の日に知り合いの払い師さんに来てもらうことになりました。その日の晩、 A さんの家に泊まった B さんでしたが、
自分がしてしまったことへの後悔か、一晩中泣いていたそうです。次の日の昼ごろ、原石さんがお弟子さんを連れてこられました。随分とお弟子さんの顔色が悪いため、 A さんは心配しましたが、原石さんは大丈夫とだけ言って、お弟子さんと先に車で向かってしまいました。泣き疲れてぐったりした B さんに、一緒に行くか尋ねましたが、 B さんは黙って首を振るばかりでした。仕方なく家に残し、 A さんは B さんの家に一人向かうことにしたのです。 B さんの家に着くと、原石さんだけが外にいました。話を聞けばお弟子さんは中にいるようです。 A さんと原石さんは何度か集まりで顔を合わせて連絡先を交換していた程度の関係で、どういった人なのか、どういう払い方をするのか、全く知りませんでした。 A さんは困惑し、一人で中に入れて大丈夫なのか、体調も悪そうだったのにと尋ねました。すると原石さんは面倒くさそうに早口で説明したそうです。あれは弟子ではなく、原石さんに多額の借金がある人で、今回の件で借金が帳消しになること、霊障なら人間を置いておけばエネルギーが燃え尽きて沈まること、 A さんはいろいろと引っかかりましたが、あと30分も経てば終わると聞かされ、待つことにしました。30分ほど経ち、原石さんが A さんを呼びました。一緒に玄関に入ったところ、確かに重たくよどんでいた空気が少し軽くなったように感じました。しかしカビとすすが混ざったような匂いに、生臭い匂いが強く立ち込めています。本当に静まったんだろうか、そう疑問に思いながらも、リビングに入った途端、 A さんは信じられないものを目にしました。両手両足を縛られ、口と目に布を巻かれた人が転がっています。どうやら失禁している上、顔の周りも何やらびっしょりと濡れており、ピクリとも動きません。生臭い匂いの正体はこれでした。 A さんが振り返り、原石さんを問い詰めようとした瞬間、ものすごい強さで腕を引っ張られて廊下へ引きずり出されました。転びそうになりながらも相手を見ると、顔面が蒼白になった原石さんでした。脇腹を押さえているので見ると、黄色い液体がにじみ出ているようです。そこからも家中に漂う生臭い匂いがしています。すぐに出て救急車を、かすれた声でそう言われて、 A さんは玄関へ押し出されました。目をそらす瞬間、原石さんの背後に赤黒く濁った人影が見えたのだそうです。そのまま外へ飛び出し、 A さんは救急と警察に連絡しました。15分ほどで警察が到着し、中に入っていきました。その後救急も到着して、中から原石さんだけが運び出されていきました。とりあえず原石さんの乗る救急車に同乗し、A さんは病院へ向かうことになりました。原石さんの意識は朦朧としており、病院に到着後すぐに治療室へ運ばれていったそうです。結局原石さんは助かりませんでした。救急車の中で最後に見た原石さんは、お腹の周りの皮がすべてなくなっていたそうです。それなのに血は出ておらず、黄色い汁だけが延々と流れ出し、生臭い匂いを放っていたとのこと。原石さんのお弟子さんではなかったようですが、縛られていた彼がどうなったのかもわからないそうです。 A さんが病院であちこちに連絡したり、警察に事情を聞かれたりしているうちに、気づいたら夜になっていたそうです。ふと B さんのことが心配になり連絡をしましたが、つながりません。警察からはとりあえず解放されたので、家へ帰ることにしました。
家へ着き、玄関を開けた途端、あのカビとスズ、生臭い匂いが鼻をつきました。今日あったことを一気に思い出した A さんは取り乱し、逃げ出しました。街をふらふら歩いているうちに朝になったそうです。結局昼過ぎまでカフェで過ごしたりしていた A さんでしたが、とりあえず家には帰らないといけませんでした。強い守護霊を持っている友人に助けを求めて、一緒に家についてきてもらったそうです。覚悟して玄関を開けたところ、昨晩の匂いは嘘のように消え去っていました。そして B さんもいなくなっていました。結局それから一度も B さんとは連絡が取れていないそうです。あれ以降 A さんは霊的なことから距離を置くことにしているらしく、集まりにも顔を出していないそうです。時々霊視をして守護霊の力を見るくらいだと笑いながら話してくれました。私なら大丈夫だということで今回の話をしてくれました。私が怖かった話を強くせがんだせいでもあるそうですが、それでも B さんの家にはもう二度と近寄らないとか、いくら A さんでもこれ以上は縁を強めるとただでは済まない確信があるそうです。それにしても A さんは旦那さんの霊よりもあの家を強く怖がっている印象を受けました。それに B さんのことも原石さんのことも恐ろしいと、そこについては尋ねてもはっきりとは教えてくれませんでしたが、人の命や霊をもてあそべば必ず報いを受けるんだと何度もおっしゃっていました。あまり知識がないですし、私としてもわざわざ関わりたくないので、お話はここまでとさせていただきます。長い話を読んでくださりありがとうございました。